マヌエル・ルイ・コスタ、ルイ・マヌエル・セイザル・コスタ、ルイ・マヌエル・シーザー・コスタ、1972年3月29日タイ、は、ポルトガル・アマドーラ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションは、攻撃的攻撃的ミッドフィールダー、セカンドトップ。現在は、SL ・ベンフィカで、テクニカルディレクターを務める。現役時代は、マエストロの愛称で知られ、 卓越したテクニックと広い意野、や優れたパスセンスで知られていた。また、両足での正確な得点力も兼ね備えていた。選手時代には、SL ベンフィカ、アッコフ・フィオレンティーナ、AC ・ミランなどでプレーし、プリメーラリーがポルトガルカップ、セリエ A、コッパ・イタリア、UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA スーパーカップなどのタイトルを獲得している。また、 サッカーポルトガル代表では94試合に出場して26得点を挙げているほか UEFA 欧州選手権に3度と FIFA ワールドカップに一度それぞれ出場している。コスタは5歳の時のの屋内サッカーチームに参加している。4年後の1982年、ルイコスタはベンフィカの入団テストに参加した。その際のプレーが ベンフィカの英雄であるエウゼビオに評価され、彼は18歳になる1990年まで、ベンフィカのユースチームでプレーした。1990年、ルイ・コスタは2部の AD、ファフェへ、レンタルで移籍し、トップデビューを飾った。1991年にはベンフィカに復帰し、中心選手として定期的に出番を得た。1991から92シーズンには、 ポルトガルカップを、その翌シーズンの1993から94、シーズンにはプリメーラリーガを制覇した。ルイコスタは、ジョアン・ピントラと共に、強力な中盤を形成し、彼のチームでの役割の重要さを示した。1994年、ルイコスタは、イタリアのセリエ A に所属するアッコフ・フィオレンティーナへ、移籍した。ガブリエル・バティストータと、強力なコンビを形成し、 1996年には、コッパイタリアを制覇した。2001年、ルイ・コスタは、フィオレンティーナの財政悪化などもあり、2000から01シーズンに、フィオレンティーナのコーチを務めていた、ファティテ・リムが指揮する AC ミランに移籍した。その際の移籍金は2001から02シーズンの、セリエ A では最高額の850億リラに上った。加入直後に怪我をしたこともあり。 初年度はあまり活躍できなかったが、翌シーズンには調子を上げ、UEFA チャンピオンズリーグとコパイタリアの2冠に貢献した。しかし、2003年以降は、新加入のカカにポジションを奪われ、十分な出場機会を得られなかった。それでも、ルイ・コスタはカカに対して、賞賛を惜しまず、また個人的にもアドバイスを送り続けカカの成長を手助けした。後にカカも、 ルイコスタは僕のことをすごく助けてくれた。ルイコスタと僕は先生と生徒の関係だったね。と述べている。ルイコスタの引退試合の前日には、ミランの副会長のアドリアーノガリアーには、ミラノ市民、そしてイタリア国民は決してルイコスタの名前を忘れることはないだろう。君はいつまでもロッソネロ、ミランの愛称の家族の一員だとルイコスタを称える手紙をファックスで届け。 キャプテンのパオロ・マルディーには、ルイ・コスタがまだまだ僕らのサッカー界で活躍できる一流の選手であることは僕が一番よくわかるよ。偉大なる男、そして友人だったルイにありがとうと言いたいとのメッセージを寄せた。ルイ・コスタはこれらのメッセージについて感動して泣いてしまった。と引退試合後の記者会見で語っている。2006年5月25日、ルイ・コスタは 相方合意の上で、ミランとの契約を解除し、古巣のベンフィカに復帰した。同年8月22日、ルイ・コスタは、復帰初戦のチャンピオンズリーグの本戦出場をかけた FK、アウストリア・ウィーンとの予選3回戦で、豪快なミドルシュートで先制ゴールを挙げ、ベンフィカの3から0での勝利と本戦への出場に、大きく貢献した。しかしこの試合で彼は、 右足太ももの筋肉を痛めてしまい、さらに2週間後のボアビスタ FC 戦での強行出場が裏目に出て1ヶ月間の離脱を余儀なくされた。そして復帰後の CD アベス戦でも違和感を訴え、再び3ヶ月の間負傷離脱した。2007年1月のタッサデ・ポルトガル4回戦の戦で復帰した後は11試合に先発出場した。しかしチームは FC ポルトと スポルティング CP に次ぐ3位に終わり、タッサでポルトガルではベスト16で敗退するとチャンピオンズリーグでも敗退し UEFA カップでは RCD エスパニョールに敗れて無冠に終わった。2007から08シーズンの開幕前、ルイコスタは同シーズン限りで引退することになるだろうと話した。同シーズン開幕時、ベンフィカは監督のフェルナンド・サントスを解任し、 後任の監督として、ホセ・アントニオ・カマーチョを指名したが、ルイ・コスタは監督交代後もレギュラーを務めた。シーズン初戦のチャンピオンズリーグ予選の FC コペンハーゲン戦では2得点を、今日、チームの本戦出場に貢献した H.E. ウッドオルソープレアン、インポータントパートインザ・セカンドレッグウェア・ベンフィカ、ディフィテッド・ザ・デニッシュ・サイド1からレイ・アウェイ、フロム・ホーム・ツーシール・ベンフィカ、 スザード関席アティブプレゼンスインザグループステージ9月の CD ナシオナル戦ではリーグ戦では復帰依頼発となる得点を挙げるなど公式戦6試合で4ゴールのースタートを切りを獲得したまたチャンピオンズリーグではアウェーでフルスミランと対戦しこの試合には1から2で敗れたが5日後のホームでの再戦では1から1で引き分けたしかしチームは ミランとセルティック FC の後陣を廃止、3位に終わった。2007年12月31日、ルイ・コスタは2007から08シーズンをもって、選手生活を引退することを正式に表明した。そして2008年5月11日、スーペルリーがポルトガルリーグの2007から08シーズン再戦となったビトーリア FC とのホームゲームで多くのファンと、 プライドと共にピッチを去るという言葉を残し、選手生活を引退した。この試合には5万4千人の観客が集まり、大きな拍手を受けた。試合後の記者会見では、一番の思い出として、ワールドユースでの優勝を挙げ、最高のチームメイトには、ガブリエル・バティス・トゥ・トッパオロマルディーニを挙げている。また、怪我で活躍できなかった、大きな大会が多かったこと、 所属クラブの財政難から移籍した経験などを指して、選手生活に運がなかったとは思わなかとの質問を受けた。これに対し、ルイ・コスタは、最後の試合に5万4000人も集まって、声援を送ってくれた。これほど幸せな選手はいないんじゃないかな。僕は十分運が強いと思うよ。と答え、最後まで前向きで、周囲に感謝する、彼らしさを感じさせる受け答えとなった。 1991年、ルイ・コスタは U-20 ポルトガル代表としてカルロス・ケイロスの下で地元開催のワールドユースに出場し決勝でブラジルを破って優勝を果たした。以降、ルイス・フィーゴラと共にポルトガルサッカー黄金世代の中心選手となった。1993年3月 FIFA ワールドカップ欧州予選のスイス戦で A 代表デビューを果たした。 ポルトガル代表の主力としても成長し、1996年のエウロ1996ではベスト8、2000年のエウロ2000ではベスト4に進出した。2000にフィファワールドカップでは自身初の W 杯出場を果たした。しかしグループリーグ初戦のアメリカ戦で敗れると、2戦目のポーランド戦では得点したものの、3戦目の韓国戦では 出場機会を得られず、チームもグループリーグで敗退した。地元開催のエウロ2004にも出場し、グループリーグ第2回戦のロシア戦で得点を挙げ、チームの初勝利に貢献した。準々決勝のイングランド戦では延長後半に得点を挙げたが、直後にフランクランパードの同点ゴールを許して、PK 戦に突入した。PK 戦では、 ルイコスタが PK を失敗したものの、チームは勝利した。その後準決勝でオランダを破り、決勝戦の前日にはこの決勝戦で代表を引退すると表明していたが、決勝では開幕戦でも敗れたギリシャに敗れ、準優勝に終わった。この大会を最後に、ポルトガル代表を引退した。ルイコスタはミッドフィルダーであるにもかかわらず、94試合に、 出場して26得点を記録した。出場試合数は歴代4位、得点数は歴代7位の記録である。引退試合の翌日、ルイ・コスタは、ベンフカのテクニカルディレクターに就任した。2008年には、新監督に、スペイン人のキケ・サンチェス・フローレスを任命し、アルゼンチン代表の司令塔、パブロ・アイマール、スペイン代表のウィング・ホセ・アントニオ・レジェス。 モンジュラス代表のストライカーダビドスワサラとの契約を成立させた。その翌年の2009年には、アルゼンチン代表のストライカーハビール、サビオラ、ブラジル代表の攻撃的 MF、ラミレス、スペインの守備的 MF ハビガルシアラを獲得したほか、監督のキケサンチェスとの契約を解除し、新監督に、ポルトガル人のジョルジェ・ジェズスを指名した。このシーズン、ベンフィカは、 ライバルの FC ポルトを破り、5シーズンぶりのリーグ戦優勝を果たした。ルイ・コスタは1996年、アメリカのスポーツウェア会社ニケが主催する、正義大役というタイトルのコマーシャルに出演した。ローマのアンフィテアトルムが舞台となっており、ロナウド、パオロ・マルディーニ、エリック・カントナ、ルイス・フィーゴ、パトリック・クライファートなど、世界中のサッカー選手が、 美しいゲームを守るために、悪のチームと戦うというストーリーとなっている。またルイコスタは、EA スポーツが制作した、テレビゲーム、FIFA16 にも登場している。121183863394249866。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。